が勤める会社は静岡県沼津市に本部がある。今や世界に名を轟かせるスーパーヤオハン、年商1500億、国内55店舗にやってくる人年間およそ6000万人。昭和61年正月、例年になく厳しい寒さで過ごした歳末だったが、年が明ければ春めいた陽気が富士山から吹き下ろす風に乗ってやってくる穏やかな新春の訪れとなった。ここが株式会社ヤオハンデパートの本部である。この正月はヤオハンにとって記念すべき年の幕開けであった。創業30年を迎えたのである。そのヤオハンの代表が社長和田和夫である。夢は必ず実現する、これが彼の信念である。彼は今日まで幾多の夢を実現し、世の中に衝撃を与えてきた。現在の資本金82億円、従業員6000人、店は国内におよそ100店、海外に12店、年商は1500億円である。創業30年、思えば長い道のりであった。流通業界における世界的企業として今日ある姿を予想し得た者が世の中に何人いただろうか。左足を半歩開いて左手を腰に。1986年、ヤオハングループスローガン、創業の心、感謝の心。創業の心、感謝の心。輝かしき野生の出発。皆さん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。孔子の有名な言葉で、30にして立つという言葉がございます。自ら開けという意味でございます。本当に世界のお客様のお役に立つ、世界的な企業に成長していく、その出発点が今年ではないか、そのように考えております。創業の心、会社の心、その中から本当に世界のお客様のお役に立つ商売を、商いをしたい、その切々たる志を。世間一般では30年というのが、企業30年説っていうものがありますね。で、これはある意味においては正しいと思うんですけども、ヤオハンもちょうど30年経ちまして、当然今までと同じやり方で、あったのですね、やはり30年っていうことがですね、逆に衰退の方にね、向かって、いくっていうことになるんじゃないかと思います。今年のスローガンにですね、あえて創業の心という言葉を入れたのはどんな理由からでしょうか。はい、やはり企業っていうのは変わるものと変わらないものがあるわけです。今私が言ったのは、絶えず変わっていかなきゃいけないもの、これはお客様自身が求めておられるものですから。しかし変わらないものはやっぱり初めてヤオハンができた、そして先代が行商から出発されました、天秤も一本で出発されました。本当に一人一人のお客様を大事にする心、これは永遠に変わらないものだと思いますね。その原点に変えろというのが今年のスローガンですね。一番の意味でございます。そういうのは特例あんまりやっちゃいけないんですけど、認めて
企業は人なり。言い古された言葉ではあるが、人が育つとともに八尾藩が行く道にはその輪立ちの跡がくっきりと刻まれていった。その輪立ちの一つに B 作戦がある。ボーリング場跡への出店計画であった。 B 作戦によってそのエリアは静岡県東部から西部へと広がり、静岡県全体をカバーするに至ったのである。あの本部はね、なるべく質素にした方がね、私はいいんじゃないかと思います。そしてお店はね、お客さんのために少しでもあのいいお店にすることがね、そういったことを心がけておるんですけども、あんまりあの本社とか本部立派にしますとね、私ども自身もね、重りが出てまいりますし、ね、本当にお客様の商売って言ってね、考えましたけど、ね、なるべく質素でね、満足するっていうかね、そういう心がけっていうのが大事じゃないかなと思ってるんですけど、